第6代シュルーズベリー伯爵ジョージ・タルボットの、肖像画第6代シュルーズベリー伯爵、ジョージ・タルボットは、イングランドの貴族。1522年頃に、第5代シュルーズベリー伯爵フランシス・タルボットと、その妻、メアリーの間の長男として生まれる。1553年1月5日に、繰り上げ直所により父存命のまま、タルボット男爵を継承し、貴族院議員となった。 同年7月の初代、ノーサンバーランド公ジョン・ダドリーによるジェーン・グレーの女王擁立に協力したが、ノーサンバーランド公を破って即位したメアリー女王に許しをこうて赦免された。スコットランドとの国境守備のために必要不可欠な人材として1558年に即位したエリザベス女王の下でも信任を維持した。1560年9月25日に父の死により、 爵位を継承し、トレント北部巡回裁判官に就任。1568年よりイングランドに亡命してきた、元スコットランド女王、メアリー・スチュアートの監視者となった。1571年に、数密顧問官に列する。リドルフ陰謀事件の際には、メアリー・スチュアートの尋問に当たったが、メアリーは陰謀への関与を否定した。1572年1月からの、 第四代ノーフォーク公、トマス・ハワードの性質調裁判所の裁判の判事も、勤め、公尺がついていた、軍務博に代わって就任した。メアリーに同情的であったとされ、1584年7月には、メアリーの監視役が、ラルフ・サドラーに変更された。1586年のバビントン事件の中心人物、アンソニー・バビントンは、 シュルーズベリー白爵家の故障をしていた人物で、そのきっかけでメアリー・スチュアートの支持者となった人物だった。この事件により、同年10月にメアリーの裁判が行われ、シュルーズベリー白も裁判官の一人となった。彼はメアリーが裁かれるのを見たくなかったが、欠席するとメアリーに同情的という噂を肯定してしまうのでやむなく出席したという。 1590年11月18日に死去。借位は、次男のギルバート・タルボットが継承した。1553年1月5日に、繰り上げ直所により父、フランシス・タルボットより、以下の借位を継承した。1560年9月25日に、父、フランシス・タルボットにより、以下の借位を継承した。ありがとうございます。